くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。お目にかかれて光栄ですわ。私アンシャーリー11歳です。でもアンって名前ちっとも好きじゃないの。オフィリアとかコーデリアだったらよかったのに。あときっと私お嫁にはいけないと思うの。だってこんなに赤毛なのよ。孤児院ではみんなからかうの。人参人参人参頭、もう一生の悲劇なの。赤毛のアン、ルーシーモードモンゴメリ。困ったの。孤児院に頼んだのは男の子だったんじゃが。ここはカナダのプリンスエドワード島のある田舎道。馬車には困った顔をした農夫のマシュ、そして隣には真っ赤なおさげの女の子アン。大きな瞳をキラキラ輝かせ、休む間もなくマシューに話しかけています。おじさま、私を引き取ってくれてありがとう。ね、馬車って素敵だわ。まるで貴族様みたい。あ、見て、小川だわ。私夢だったの、小川の近くに暮らすのが。きっと神様が願いを叶えてくれたのね。あ、ごめんなさい、もしうるさかったらおっしゃってね。きっとできないことはないと思うわ。ああ、構わんよ。好きなだけお話。嬉しいわ。私、おじさまとは気が合いそうだって思っていたの。なんて楽しい子じゃ。わしゃ、いっぺんで好きになってしもうたわい。だが妹が、マリラがなんというかの。そんなマシューの悩みをよそに、アンは喋り続けました。彼女は空想が大好きで、春の田舎道はまさにうってつけだったのです。あ、あの桜の木、まるで雪の女王様みたい。キュンとしちゃうわ。おお、そうかね。名前は特にないの。ダメよそんなの。じゃあ今私が名前をつけるわ。そうね、白き喜びの道。これでどうかしら。あら、はあ、あそこには湖があるわ。水面がキラキラ光って、まるで鏡みたい。あれはそう、輝ける湖水なんてどうかしら。道中、馬車はまるでアンの独演会でした。マシューはニコニコしながらそれを聞いています。やがて馬車はマシューの家、グリーンゲイブルズに到着しました。家にはマシューの妹マリラが待っています。私、もう孤児院のアンじゃない、グリーンゲイブルズのアンになるのね。この扉の向こうに幸せが待っているんだわ。誰だいこのそばかすの女の子は。アンを見るなりマリラは怒りました。無理もありません。頼んでいたのは農作業ができる男の子だったのですから。兄さん、男の子はどうしたの。まあまあマリラ、何かの手違いじゃろ。でもなかなか面白い子じゃよ。きっとお前のいい話し相手に。話し相手なんていりません。
もう兄さんたら、すっかり情が移っちゃったのね。さあおいで、私が返してきます。おばさま、お願いです、ここに置いてください。私、白き喜びの道も輝ける湖水も大好きです。何わけのわからないこと言ってるんだい、この子は。こうしてアンは再び馬車に乗せられました。今度はマリラと二人きりです。アンはしばらく黙っていましたが、おもむろに顔を上げ言いました。決めたわ、私も馬車の旅をうんと楽しむことにします。まあ、バラがとっても綺麗、私ピンクって大好きよ。でもピンクの服って着られないの。だって赤い髪にピンクは似合わないんですもの。ねえおばさま、赤毛の子が大人になったら金髪になった、そんなお話聞いたことありません？ないね。きっとあんたも一生赤いままだよ。ああ、人生って絶望ばかりね。あ、今海の匂いがしたわ。海といえば私ね。ねえあんた、そんなにおしゃべりが好きならあんたのことを教えてくれないかい？なんで孤児院に入ったのさ。そんな話退屈よ。でも、わかったわ。お話しします。私のお父さんとお母さんはね、学校の先生だったんですって。でも、とっても貧乏で、お母さんは私が生まれてすぐ熱病で死んじゃったの。それからお父さんも、同じ病気で死んじゃった。まあ、そうだったのかい。それから、親戚のおばさんに引き取られたの。でも、おじさんは酒飲みで大変だった。本当は親切な人だと思うんだけど。それで、8歳まではそこにいたの。でも、すごく貧乏だったから、孤児院に入れられちゃった。まあそれでみんなあんたを可愛がってくれたのかい？そうね、みんなそのつもりだったと思うわ。アンはそれきり黙ってしまいました。マリラもそれ以上何も聞きません。重い沈黙を乗せたまま、馬車は孤児院に着きました。まあ、それはとんだ手違いを。失礼しました。でもアン、あなたは運がいいわ。今ちょうど、女の子が欲しいという方が見えていたの。ブレットさん、こちらにお望みの女の子が。これは生きの良さそうな娘だな。いいか娘、今日から俺がご主人様だ。たっぷり可愛がってやるぞ。大きな声を出さなければな。さあ、ブルエットさんに挨拶なさい、アン。よろしくな。あの、私。お待ちください。何か勘違いをされていませんか？私は手違いがあったことを報告に来ただけです。え、おばさま、今日からこの子はうちの子です。さあおいでアン、マッシュが待っているよ。
アン。よかった。よかった。ありがとうよ、マニラ。おじさま、ごめんなさい。私、男の子じゃなくて。何を言え。一ダースの男の子よりも、わしゃ、お前一人が好きじゃよ。嬉しいわ。おじさま、おばさま、私、きっといい子になる。あの太陽と月に誓って。でもまだ信じられない。もしかして全部私の空想じゃないかしら。まったく、大げさな子だね。いいかい、アン。あんたはまず、その大げさな空想とやらを何とかするんだね。そんな、空想しちゃダメなんて。一生の悲劇だわ。まあこの子は本当に グリーンゲイブルズに楽しそうな笑い声が響き渡りました。そしてその日からずっと笑い声が絶える日はなかったそうです。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。